ちょっと一つだけ、はい、言いたいことあるんだけど。何言いたいことがある。急にソリマッチじゃないんだから。ポイズンだよ、ポイズンだよ。こんな世の中じゃじゃないんだよ。ポイズンじゃないよ。俺は俺を騙すんじゃないよ。早く言いなさいよ。早く言いなさいよ、もう。気に入って、気に入って喋ってないよ。何おお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 おってなんでや。もう一回言えよ、ポイズン。ソリマッチじゃなくて。あそこはもう一回ポイズンって言っても全然いいよ。なんでもう一回言うか、何も言わねえかだろう。おおおおってなんでや。ソリマッチじゃなくて、ルシファーさん、何うん、いや。いや僕ね、はいはい、最近チャンスの時間ね、よく出させてもらって、はいはい、でまあ結構下ネタとかバンバンね言ってて、そうですよね、なんかそういうイメージもね、だんだんそのついてきたっていうのもあって、うんうん、その結構ね、そのCM とかね、そういう類のことってもう諦めてたんですよ。ああいうのってね、爽やかだったり、そう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 、単純にね、好感度が高い人がっていうイメージありますけど、そうでしょ、あ確かにそれとはちょっと真逆な芸風ではありますね。になった、うん、なったというか、まあもともとそうなんだけど、うん、印象がね、ただそれがなんか急に CM の話がね、本当ですか、はい、私舞い込みましてね、相模オリジナルとかですか、思うじゃん、相模オリジナルとかね、まあ天童ね、天賀の天賀役とか思うじゃん、天賀の天賀役天賀の天賀役、いやあの ニコレットの CM みたいな天賀になって出てくるはい、のが関の山だと思うじゃん。いや、はい、うん、それだったらイメージつく、うん、でそうじゃないのよ、はい、あの、ね、なんすか、あの一流お菓子スニッカーズの、えスニッカーズの、うん、出てるのスニッカーズ役、スニッカーズ役腹減ったからこれ食べろよって俺がこう出てくるわけじゃないなんかトローってなってトローって違うの違うスニッカーズ、スニッカーズ結構そうですよね、名だたるスターが、そうですよ、こいつ腹減ったら誰々みたいになっちゃうんだよ、そう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 、みたいな、ね、あれの呂布カルマ編、うん、こいつ腹減ると呂布カルマみたいになっちゃうんだよって、あの呂布カルマさんが、はい、そのラップをしながら先生に詰め寄っていく、はい、役の先生役、あそうなんだ、で見た人います、あいるよ、先生役でしたねだって、うん、いやまあ確かにそれ、まあ、ウェブ CM なんだけど、と YouTube では確かにもう100万回以上再生されてたから、見た人はいるかもしれないですけど、そのもうその監督がなんか俺のことが好きファンっていうことで決まったらしいんだけど、はい、それチャンスの時間見ててっていうことで、チャンスの時間で決まったっていう、すげえことで、いや、そうそうそう、結構即決まりなぐらいじゃないですか、タイミング的に、いや即決まり、決まってもすぐ収録だったからすげえ、そうそう、なんか他の CM の、あのね、UCC のコールドブリューっていうコーヒーの CM、そんなの出てるんですか、出てます、池田エライザさんと、豆の役ですかって来てるコーヒー豆